この後まあ発表していただくわけですが、今日は私本当に楽しみにしておりました。皆さんが今校長先生から言いましたけど、2年間次に新発電所の仕組みです。左の図は新発電所と周辺の状況です。2点間の移動時間は2点間の移動距離に比例するとします。教科学習中は画面録画ができなくて参考動画になります。